い、すごい人ですね。いや、もうやばいですよ。はい、幕張、海浜幕張に行きましたが、今日はですね、東京ゲームショーが開かれているということで、こちらにですね、させていただいております。すごいですね、もう本当なんかそれ仕様に、駅からなっておりまして、すごいですね、びっくりです。はい、だんだんですね、会場に近づいてまいりました。こちらもうなんかね、上がりますね。これも、めちゃくちゃゲームの会場が近づいてきております。すごい、たくさん、これは会場図ですね。いや、広そうだな、これも。おー、そして、何ですか？え？インディ・ジョーンズ？何あれ？あんなのあるの？いや、すごいんだ、もう。新しいゲームがたくさんもう出てきますね。あ、またまだ会場2時間半前なんですけど、この人だかりがすごいですよ。お、なんかいる。あ、すごい。すごい、何ですかこれ。いや、何のやつかわかんないけど。何のやつかわかんないけど、すごいです。あ、でもこれなんかあれですね。篠ノ目海ちゃんがコスプレしてたキャラがいるぞ、後ろに。あれは。すごい。はい、なぜかこのもうまだ会場まで1時間ちょっとあるんですけど、こんな一つ、しかもこれが多分ね、もっと向こうにも伸びてるんですよ。だから本当はもっと長いですね。入り口まではまだまだあるっていう感じです。すごい人です。みんな手につけてるリストバンドをあげていいです。すごい入場の仕方です。面白い。腕を上げての入場です。腕を上げての入場。はい、はい、トロです。さあ、入ってみました。すごいです、東京ゲームショー2024。はい、ではですね、東京ゲームショーに入ってまいりました。はい、こちらはなんか大学のいろんなこういうなんていうか、大学の情報、そういうところも出展されてるんですね。そういうのが大学とか専門学校がめっちゃ出展してます。今ここではですね、学生さんが作ったゲームをできるんですけど、私もなんか、ね、忍者のやつやったんですけど、あ、すごいですね、本当の格ゲーみたいな感じで作られてて、いや、すごいよこれ。進んでますよ、皆さん。あ、すごいね、いろんなゲームが。何ですかこれは。ゲームやってますね。何ですかこれは。
おお、なんかロボットみたいなやつがいますね。すごい。ロボット、なんだよ。やば。あっちにスライム。さあ皆さん、こちらがスクエアエニックスですね。はい、もうすぐあと2ヶ月後にはドラクエ3が発売されるスクエアエニックススライムがあります。ドラクエ3、ドラクエ3だよね。内なる葛藤、すごい。ドラクエ3の世界の剣を、いやこんなぶっといんだこれ。風の異変をきっかけに戦士たちは世界を守る旅へ。魔導の力を巡り大きな運命が動き始める。その待ち列はやばいです。すごいことになる。これは絶対無理。100分待ちだって。これはもう無理。いやドラクエ3めちゃくちゃ期待ですね。あと少しで発売なんで、めちゃくちゃスクエアエニックスのブース行っただけでめちゃくちゃ楽しみになりました。こっちのエリアに入ってまいりました。すごい。セガ。やばいぞ。いろいろありますね。
全にもスマホゲームゾーンって感じですか。これは何ですか、このなんかこんなのもらいました。カプコンとかありますね。お、光栄テクノゲームズ。私のやはり一番お世話になっている信長の野望とか、ああいう系のね、今年のエデュテインメント祭りに光栄さんは来るのか。おー、なんかすげー韓国武装。お、すごい。お城を見るイベントも開催。ロープじゃん。そしてこちらはフェアリーテールですね。フェアリーテール何ゲーム出てるの？三国志可能好評サービスチーム。フェアリーテールも光栄です。ロシム NR 武将が選ぶゲームライトルイベント特製シリアルコード。すごいな。
整理券配布終了しますまだ1時間ですか、ね、なんかお祭りみたいですゲームのお祭り中にライブを開始し、固有の強力な爆でプレイヤーをサポートする。すごい、なんだこれ。はい、それでは東京ゲームショーですね、このオリックスユニで突撃してまいりました。いやーもうやっぱりね、本当に次世代のゲームもっと年々進化してますね。もう僕毎年最近来てるんですけど、基本的にね、もう本当驚くことばっかりですね。はい、もう本当常にね、新しいゲームがどんどん出ていて、もうこの技術の進化っていうのがね、めちゃくちゃすごいなっていうのを感じました。やっぱりこういうことをね感じて、やっぱりちょっと教育とかにも生かすっていうのが、ね、めちゃくちゃ大事なんでね、また来年も来たいなと思います。いや素晴らしかったです。はい、皆さんゲームやりましょう。はい、ゲームが学習も救います。